2パック目。2パック目じゃない。2箱目。ウルトラスーパーレアカード、死者蘇生来ないかな。何これ、さっきあった気がする。これもさっきあった気がするけど、まあいいや。かっこいいな。いや、この箱一番おすすめだわ。よくわからん。浮きと死者蘇生。死者蘇生。また来た死者蘇生。こんな、そんなに蘇生しないんだけどね。また来たりして。死者蘇生。さっきあったこれ。なかったかな、わかんない。すごい、キラ。いや、ブルーアイズ来ねえかな。来ねえよな、さすがに。シクブル来ないかな、シクブル。シクブルは絶対に来ないと思うけど。シクブルはね、絶対に来ない。座敷わらしとかが可愛いからいいけどね。いや、シクブル来ねえかな。ウルトラレアってやっぱシクブルじゃない？一番のウルトラレアってシクブルじゃない？絶対シクブルじゃない？絶対シクブルだと思うんだけど。シクブルってさ、なんかアマゾンとかで売ってそうだけどね。アマゾンってあれだよ、あの通販だよ。なんかさっき見たわ。この子かわいいね。なんか、あれじゃん。なんだっけ。破滅の刃じゃなくて、なんだっけ、鬼滅の刃か。鬼滅の刃に出てくるよね。これ見たか、見たっけ。サンダーボルト。なんか、キラー感がちょっと違う。さっきのと。知らないけど。まあ、2パック目だから、さっきあったね。さっきあった、あ、ないかった。これさっきなかった。この戦士みたいな人いなかった。どんどん開けていこう。トラップカード、魔法カードはあんまよくわかんない。これかっこいいけど、リンクって何かわかんない。この女性は、ちょっと待って、死者蘇生じゃん。死者蘇生の、キラー感が全く違うね。ちょ、後で。いや、死者蘇生すっげえ怪しいんだけど。死者蘇生の、死者蘇生また来ないかな。この子かわいい。この子かわいいとか言っちゃった。え、キラーじゃないやつもいるけど、これ一応レアなの。どこレアなのかわかんないけど、レアなんだ。まあ、レアってことにしてあげ、しとこ。まあ、レアなんでしょうね。ドン。死者蘇生来ないかな。あ、これも一応キラーなんだ。さっきあったじゃん、あった。ブラックマジシャンガール。さっきあったよ。もうこっからね、こっから箱買いあるあるで、よく見たばーってやつだね。これも一応キラーだ。ハーピーなんだか。これもさっきあったよ。あ、これすごいね。攻撃力はそうではないけど、なんでレアなんだろう。
いや、シクプル来ねえかな。シークレットレアじゃない、シークレットレアだったらあるのか。シークレットレアのやつ欲しいな。うー、なにこれ。ウルトラじゃない、ウルトラ。ウルトラレアカードじゃないこれ。すごいこれ。ウルトラじゃない、ウルトラじゃない。シークレットカードとかってないのかな。シークレットパックとか。オークションで買うしかないのかな。これも一応キラーだね。戦闘力高っ。超融合。もうどんどん開ける。お、最後だ。これ最後。いや、これ早くやんないともっと気になるやつがあるんだよね。なんかあったなぁ。いや、これ多いわ。これ多いわ。はい、アコアイで、こうなりましたね、結果。いや、これがすごいね。これ、こういう、これすごいね。周りが金キラ。金キラ金はすごいわ。で、この死者蘇生所。こんなもんかな。自分的に。やったーわ。サンダーボルトってそんな必要？わかんないけどさ。こういう系。どこがウルトラなのかはわかんないけど。この死者蘇生がすごい。お気に入りだわ。死者蘇生。死者蘇生。いろんな死者蘇生あるかな。このいろんな死者蘇生。はい、オッケー。